地元ホームバンクでの決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今回が久しぶりのレースでした。2日間振り返っていかがでしょうか。えーっとしっかり長い距離を踏めているので状態はいいと思います。決勝戦メンバーの印象いかがですか。えーっと相手が4社で強いんでどうなるかわからないんですけど自分の力出し切って戦いたいです。久しぶりのこの2日間の立川バンク振り返っていかがですか。 そうですね。なんか思ったより軽くて風もなくて走りやすいです。準決勝戦はいかがでしたか？もう前の山崎くんのおかげ一本です。決勝戦四国勢が多く勝ち上がっていますがどう戦いますか？はい、もうあの中四国で並んで僕は三番手を固めます。この二日間の走り振り返ってください。はい、えー、初日はちょっと失敗してしまって二、えー、日目しっかり自分の持ち味出せれたんですけど三着にまで。 落ちちゃったんでちょっとヒヤッとしました。決勝進出決めてメンバーをご覧になって印象はどうでしょうか。はいあのー、しっかりあの援軍があのしっかりしてるんであのー、しっかりチャンスを生かせれるようにで逃げ残れるように頑張ります。準決勝はなかなか楽ではなかったですよね。そうですねまあ出られてしまったのでまあズルズ引かずに勝負しました。二日間ご自分のレースはしっかりできていると思います。 もう少し早い仕掛けができればなと思ってますけど決勝戦は、どの位置からどう戦いますかそうですね、山崎君の後ろから勝負しますこれまで山崎俊也選手と連携はあるんですか初めてなんですけど、まあ、強いのは知ってるんで、信頼して頑張ります連勝での勝ち上がり、いかがですかそうですね、久しぶりなので、ちょっと、自分でもびっくりしています2日間、まくる展開になっていますが、手応えの方はどうです 車は出ているんで調子はいいと思います。準決勝前が結構遠かったですよね。正直追いつかないと思ったんですけど、まあ最後直線伸びたんで良、はい、かったです。久しぶりの決勝ですがどう戦いましょうか。そうですね。自分は一人で戦います。今回久しぶりの決勝進出ですよね。はい。もう怪我をしてからずっと悪かったんですけど、最近いいかなっていう感触はありました。 決勝戦はどこから勝負されますか。えっと中四国の五番手も考えたんですけど、ちょっと勝負権がないということでと地元の山本くんの番手に貸してもらいます。山本勝利選手の走りはご覧になっていていかがですか。あ今回初めて見たんですけど、まあ強いですね。ね、はい、準決勝戦振り返っていただいていいですか。準決勝は小原くんがすごい頼もしいレースしてくれて。 ちょっと援護できなかった自分がちょっと恥ずかしいですね小原選手の立ち回り、真後ろでど、どんんな感じだったんですそうですね、まあ、多分合わせるつもりでは踏んでると思うんですけど、まあ、出られた件箱をどかして、もう自分のレースに持っていた感じですね決勝戦、四国勢、そうですね、先輩とまた一緒に走れるんで、あの楽しみにしてます。 決勝はどの位置で勝負されるんですか。あの山崎君の四番手で走りたいと思います。最後の直線にかけますか。はい。あの間が間とこう突っ込めたらいいなと思います。